結婚してない。ビビちゃん芸人なのか。今犬いっぱい飼ってる彼女にも付き合いますか。別に付き合えるけど、何匹飼ってるかにもよるけど、あんま関係ないけど、そんなめっちゃ飼ってる人と出会ったことないかも。犬はすぐ忘れるから、トイレ間違ったらすぐ怒らないとダメですよ。時間経ったらなんで怒られてるかわからない。なんかそれ結構意見分かれるよな。怒った方がいいとか怒らん方がいいとかっていうのは。そういえば新しいソファーの紹介まで。そうっすね、そろそろしようかな。ちょっと風呂やっていくら。まだまだ。ケンユって名前一発で検索できない。健康の健に勇気の勇とかって入れるやろ。俺はなんかそのもう、なんていうの、ケって入れたらもう下に出てくるようにしてる。旦那がリーグで再開しても練習は非公開だから会えないよって言ってて、兼友検診がしてどうしたらいいですか。我慢や、今は我慢。会えるようになったらいっぱいね。やっぱそうやないな。しばらくラグ違うのにしといて。やっぱそうか。なんでビビちゃん買おうと思ったんですか。普通にこいつ買い、こいつと思ったから。YouTube チャンネル登録者、ありがとうございます。滑るとフィリナリナさん言うよな、それも。何飲んでますか。水です。うんちのワンコもラグにおしっこする。え、それ大人でも。なんで結婚しないんですか。そこになんでとかないやろ。したかったらするし、したくする人はあれやからしないし、したいと思ったらするよ。しつけは根気よくですね。せやんな、なんか幼稚園、保育園、うちのペキは犬の家保育園に帰って、あ、やっぱそうなんやん。保育園やっぱ通ったんやん。保育園なぁ、もう通わそうかな。うちはあまり怒らず褒めてました。ちゃんと覚えました。ひげは毎日ちょっと伸びてないな。ワクチンまたにそれ犬のうちに入れると思う、多分。おしっこすることを怒ってると思ってお家でしなくなったり、外に毎日出てき、ああなるほどね。ケインはほとんどのコメント読んでるから嬉しい。他の人は全然。そうなんや。ビビちゃんまだ3ヶ月ちょいかな。ワンチャンアカウントもできてるよ。
ストーリー見て、載せてるから YouTube でナイトルーティーン、うん、YouTube でナイトルーティーンやるつもり。私の彼氏がケンさんにいたのさ、遅んない。ビビちゃんのアカウントをメンションして投稿したんですけど、見てくれましたか？見ました、見ました。フラーレットユースです。ほんま？ワンちゃんウレション注意です。まあウレションでもしゃあないんちゃう。大人になっても寂しい時とか相手にしてくれない時なので嫌がらせしたりしますね。なるほど。前にガールズバーいましたよね。おらんし。昨日彼氏分かりました。なんで別れたの？顔面が痛い。キンプリって、キンプリ知ってますか？分からん。おすすめの美容室教えてください。東京か埼玉で。おすすめって俺が行ってるとこってことやろ。俺が行ってるのは原宿のサロンドミルクっていうとこですね。イビタも走るのめっちゃ速いっすよ。ケンユプロデュースのスウェット待ってるよ。待っててください。トイレの失敗は黙って片付けじゃないと、おしっこしたから待ってもらえる、したら構ってもらえると思ってしまう、ね、怒ると隠れてするように。あー、なるほど。パーカーの紐って邪魔だと。まあでもこれがいいんちゃう。まあ、ないのはないでいいけどな。LINE の画像を何にしてる？ LINE の画像設定してないな、俺。多分。お酒飲みますけど、最近全然飲んでないですね。YouTube で料理。暇極めてる、極めてるかも。生活リズム同じですね。ケイとビビちゃんどっちの方が、ビビの方が早いんちゃう？大阪のおすすめの病室はってどういうこと？オンライン飲みとかやってないですね、一切。全くやってないです。チワペキってあんなに可愛らしい顔の子、なかなか。てか真っ黒があんまおらんやろ、チワペキって。結構珍しいな。レッツは変わらず、ズームトレーニングしてますね。ユミちゃん寝るとき一緒のベッドで寝てないですね、今は。まだ赤ちゃんなんで。体重毎日測ります。ファンと飲みましょう、一緒。オンライン飲み。確かに、それやるって言ってやってないもんな。やらなあかんな。
料理できる彼女がいいですか。まあそれはできる方が嬉しいよな。チワポメも可愛いよな。マクド行ったら、マクドナルド行ったら何食べる。そもそも食べへんな、マクド。あんま好きじゃないねんな。パーカー暑いやろ。いや今は暑くない、全然。ウサギって犬と相性いいんや。遠征とかの時ビビちゃん預けるな、ホテルとかに。ズームのトレーニングダンスもしてたしてた。ビビタン選んだ、決めて。いやなんかもう見た時に決まった。俺も可愛いから買ってくださいちょっと考えるわそれ、見てから。いつも聴いてる曲とかって多分聴いてないっすよ。サッカーは強みを直す、苦手をなくす、どっちもですね。独身者が犬飼ったら今期逃すほんまやな、ほんまやな。まあまあね、それはそれでしゃあない。去勢する予定ですね。ビビちゃん可愛いですね、ありがとうございます。ご飯作るんでハグしてください。いいですよ、私も独身でいいの買ってるけど ああ否認、否認っていうの、女の子ってなんていうの。ワンコがつなぐいい出会いもあると思います。そうなんや、こんばんは。否認か、否認、うん、否認はするよね。髪の毛切ってないですね、耳にかけてるだけ。髪色教えてください。髪色はなんかメッシュを入れてますね。星原健太くんの YouTube 見てみて、笑かすからそうなんや見たことない。ビビちゃんにどんな餌あげてますか。どんな餌、ペットショップで最初からあのちっちゃい時から食べてた餌と同じやつを今あげてます。筋肉痛になりますよ。ビビちゃんはメスです。
イーパーカーってフードが立つ感じがしていいなと。うん、そうですね。このフードが立つのがいいっすよね、ここが。こうペチャンってなるの俺もあんまり好きじゃないかな。ケインのライブ、女4人で見てます。女4人で。友達でかな、じゃあ。このまま髪の毛伸ばしてほしい。そう、このままちょっと伸ばそうかな。てかもう切りに行くこともあれやし。マスク在庫あります。ハーランドすごいと思います。フード肩こりしないっすよ。YouTube 次いつアップ、あ、近々しますもん。もう明後日ぐらいですかね。パーカーの赤い部分みたいです。2匹目を買う予定は今はないかな。5歳の娘がかっこいい言ってます。マジか、嬉しいな。コメントが顔にかぶってる。こうしたら読みにくいねんな、コメントが。彼女が音楽かけながらノリノリで料理とかするタイプやったら、いや全然嫌じゃないけどな。別にビビ、ブブ、ビビ、一番最初かな。朝何時に、まあ、7時から8時半ぐらいの間ぐらい。セレッソからファンです、ありがとうございます。楽な姿勢で、楽な姿勢、せーの、楽な姿勢。コメントが被るって、そのかぶんねや。コメントが被っちゃう。これで多分被らないと思う。最近聴いてる曲、金バギバギですか。パキパキぐらいか。セレッソからファンです、あれです。キャベツ焼きですか。お前しばくぞ。いらんこと言うな。ビビちゃん毛抜け、まあ毛ちょっと抜けるな、やっぱり。しゃあないよな、毛抜けるのはな。ケインは帰るとかっていうのはセレッソスタッフから好かれてる。そうか、好かれてないと思うけどな。インスタでケイン好きになってレッツのオフィシャルでケイングッズ買い漁ってしまう。おー、嬉しいですね。どうしたら腹筋バキバキになりますか。腹筋するしかないと思う。星のコーヒーあんまいかんな。どのアイスが好きですか。アイス、
パピコとかあんま食べへんけど、たまに食べる。インスタライブで大好きな場所あるです。パリ・サンジェルマンのジョーダンとかも来ますよ。有酸素運動しますよ。セルサポは権威待ってるよ。言ってもらえるだけで嬉しいですね、そういう言葉を。コーヒーブラックですね。ロバッソ熊本のホーム戦で初めて生の権威を見て、そこから大ファンです。ロバッソ熊本、ああ俺が決めた時じゃん、それ熊本の時、 J2 の時やんな。1日どのぐらいすると、まあ腹筋だけ、どのぐらい、もう普通にきついとこまでやったらいいんじゃん、自分がもう限界と思うぐらい。セルサポはいつでも待ってるよ、ありがとう。ポメチア買ってます。トリミングに行こうと思ってるけど、ライオンカットと芝生、ライオンカットかわいいやん。自粛中なのにお金減りまくり、なんでや、髪切ってないっすよ。 YouTube で夏服紹介してくれるの、ああしますね、それまた朝トレーニングしますよ。 J2 の試合見ます。ウブロは別に好きじゃないですね。お昼であんましないですね。連絡はマメな方ですか。あんまマメじゃないかも。まあ、豆じゃないというか必要最低限はします。関東で戸惑ったこと別にないっすね。夏のおすすめの服、半ズボン着ますよ。 YouTube でカバンの紹介とか、ま、紹介も、ああカバンね、カバン紹介またするね。それ次に狙ってる時計は、次狙ってる時計今んとこはまああんまないかな。もうとりあえず欲しいのも全部手に入れたから、またでもねすぐ出てくるんよね、欲しい時計が。これがね、相変わらずイケメンやな。これチェックマークついてるぞ。誰？藤島。久々やな。一回あれ何年前？二年前か、ハワイで会ったん。たまたまね。藤島くん。会いましたよね。ケンユーさんでも J2 にいた時は給料安かったんですか。J2 にいた時、セレッソの時、まあまあ低い安いとそれチームによって違うと思うしな、なんとも言われへんけど、まあ、そら低いよ。女子におすすめの時計ありますか。予算にもよるね、それ。今欲しいもんないな。時計の保管方法、あの時計のあれに入れてますよ、ぐるぐる回るやつに。安い時計つけると交換で、まああるな、それはあるあるある。だからなんかあんまやらしい時計とかはあれやけどな。藤島選手ジェフ戻ってきて、分離症になったことないな。貯金はする派ですか。貯金はするよ、もちろん。おすすめのデニム、
最近デニム全然履いてないな、マジで。ベルト何使ってますか？いろいろ使ってる。でも最近ベルトあんまつけへんな、もう。もうジャストサイズでパンツ履くから、あんまりベルトしてない俺最近。ビビタンを着てると思う。ケンユー兄ちゃん。岩波拓也とは仲いい、仲良くしてもらってますよ。好きなブランドのパーカー、いっぱいあるわ。エッセンシャルとか最近結構。ネックレスや指輪つけないね。ハワイ毎年行ってるね、大体。無修正兼有。やっぱりディスクですかね。もうディスク履いてないな俺は、もう最近。みんなもう履きすぎてなんか被るし、やめた。デニム、あの上の服とか置きますよディスク。でもディスクのデニムめっちゃ持ってますけどね。やっぱり履いたらかっこいいけどな、ディスクのデニムめっちゃ。サイズ感とかもめっちゃ合ってるし。ストレスあんまりたまらないって言うと、えって言われること多いんだけど変ですか？全然変じゃない。俺もあんまストレスたまらんで、別に。でもなんかたまってないと思っても、なんか体は自分ではたまってないと思っても、なんか体のどっかがストレスたまってるみたいなのはすごいあるらしい。俺も一回だけなったことある人生。もう胃がキリキリして、もうそれが1週間ぐらい続いて、もう死にそうになったマジで。それはでも病院行ったらストレスって言われたけど、自分の中ではめっちゃサッカーも調子良かったし、めっちゃ点も取ってたし、なんかストレスって全然感じてなかったんやけど、なんかそれはストレスって言われて、そうなんやとか思ったりしたのはある。車を買おうか迷ってます。ケイン選手は迷ったら買わん。迷ってるやつはいらんと思うで。迷ってんねやったら買うのがいいんちゃう。でも俺は昔は迷ったら買ってたけどな。昔は買ってた。でも今はもうなんか、例えば欲しいもんあって、まあ自分が高いもんとしてもうちょっと一回考えてみようと思って、何日か考えて、でほんまに自分に必要かなと思って、でそれでもほんまに欲しいと思ったら買うな。でも迷ってるもんは別に、迷ってるレベルやから買わんでもいいんちゃう。まあでも車やもんな。髪染めてきて聞いてないし。ユニバーとか行ったら耳つけたり被り物したり。どうやろう、するかな。でも全然ガンバ戦は燃えますか？燃えますね。ガンバ戦はやっぱり。欲しい時はもう、欲しい時は迷わんと思う。まあ、値段とかで迷うのはあるけどな。肉です。今日も泣いてました。なんで泣いてんの？迷っててやめた時、後から買わなくて後悔したことなんでもある。でもなんか残り1個とかのやつあるやん。なんか残り1個ですとか、最後ラストですとか言って。
で迷って後日やっぱり欲しいと思って買いに行った時にないって言われた時、まあそれはそれで諦めつくから俺はいいなと思ってんねんけどな。2016年の時の左から持ち込んで無双してた剣が最高俺もあの時なんかすごい調子良かったな。漫画読まんな、予言とか占いとか信じないっすね。あんまり無駄遣いとかしないですか。してた、最近はあんましてないようにしてるけどね。怒るポイントは誰に対してやろう。タトゥー入ってる女は嫌ですか。全然そんなことないですけどね。ビビちゃん迷わず買いましたね。金額で迷うときはどうしますか。これ前もちょっと話したけど、まあそのものにほんまに価値があるんかどうかっていうところかな。なんか別に自分が一生使うんやったら全然いいと思いますよ。もうずっと使うんやったらいいと思う。例えば何やろな、まあ、時計でも服でも一緒やけど、まあ服はちょっとねずっと使うのは難しいかもしれんけど、その金額相当に使うんやったら全然いいと思うけどね。なんか10万円の靴があったらそれを買って、でそれを何10万円のものをもう600回ぐらい履いたら、まあ、極端な話ですけど元は取れてますよね完全に。まあ、そういうのやったら全然いいと思いますけどね。ずっと使えるもんとか。でもそういうのってね、どんどん自分で買ってやこれ使わんな、あ失敗したなっていうのを繰り返、俺もそういうのを繰り返して自分で今これは使うんかもうええわとか、欲しいなと思ってもこれは我慢しようとか、そういうの分かってきたんで、何でもね、手に入れてみないとわからないっていうところは正直ありますけどね。なんかちょっと偉そうになってまうけど、エルメスのアップルウォッチどう思う。持ってますよ。持ってるっていうかね、僕ねエルメスのアップルウォッチ5年前ぐらいかな、ファンの方にいただいたんですよ。マンション派ですね。同居者いても家でトレーニングできますか。同棲者どういうこと。おらんからやってるけど。お金持ちですよね。全然お金持ちじゃないですよ。ヒゲの整え方バリカンでこうバーってやってる。ハワイではいつも決まった、まあ、もうそうやな、そこしか泊まったことない。関東に行って一番の驚きは何ですか。別にないな一番の驚き。金髪にはしないね。ケイの怖いものって何。死。サイコロ。彼女のおならは許せますか。全然許せるやろ。おならせんやつなんかおらんねんから、そんなちっちゃいこと気にせえ。なんならでっけえ手がブワーって言っても全然それぐらいの方がええわ。彼女にお揃いのアクセサリーつけよって言われたらつけますか。つけへんな。今一番我慢してるのは何。今一番我慢してるいっぱいあるな。
もうすぐ地震があるかもって、もう17日って言われてたからね、あれ結構。ピープルって書いてある T シャツどこのブランドですか。あれどこやったっけな。ピーポーあれどこやったっけな。ごめんちょっと忘れてもた。あれどこやったっけな。ごめんちょっと忘れてもた。 DM してくれたら返すよ、ピープルっていう。後で見とくわ。ブーキメのパンケーキ、ブーキメのパンケーキうまいよな。俺も行くわ、必ず一回は。ハワイ行ったら。私結婚16年になるけど、一応も旦那の前でおならしたことない。それは最高に臭いかな。めっちゃおもろいやん、それ。一回してみてほしいな。彼女と毎日電話嫌ですか。嫌やな。お揃い嫌なの。別に嫌じゃないけど、別にそのせえへんな、お揃いとか。あんまりあそこのパンケーキね、わかる。いや絶対記憶知らん。記憶絶対ブーキも知らん。絶対行ったことない。ちなみに聞くけど、記憶ハワイ行ったことある？プチパンケーキみたいな胸筋ですか。大好きです。届いてますか。届いてます。いつも YouTube 一緒に撮ってる人は誰ですか。親友。あーないけど。いやないんかい。ないんかい。キヨくんそのノリようやってたな。セレッソの時にようやってたな。行ったこともないとこを知ったかぶりするっていうノリ。懐かしいな。マリンスポーツめっちゃ好き、めっちゃ好き。ビビちゃんはいつ、散歩いつやろ。ワクチンとか狂犬病終わってからやから、まだかな。まだちょっとかかるな。俺も今懐かしいって思ってたよ。懐かしいよな。コウタさん、コウタくんとコウタくんがもう絶対突っ込んでくれるからね。ボケがいあるよな、あの人の前で。あのボケたらボケまくってたもんな。野上の食パン裏にもできるんです。あ、そうなんや。コーヒーとか持ち歩くとき持ち歩きますよ。裏も行かないですね、あんまり。元気かい。あ、みやちゃん、三八ワクチン終われば狂犬病を待たなくても大丈夫。あ、そうなんや。サーフィンしたことあるよ。だいぶ前やけどな。引退後は何しますか。まだ分からへんな。1年どれぐらい飛行機乗る。どれぐらい乗るやろ。だいぶ乗るな。ビビちゃんはチワペキです。初めてのお散歩の時 YouTube、 あげるわそれ。いいな、あげるあげる。パンシロダイヤモンドヘッド登りましたよ。ココヘッドの方がきついけどな。ダイヤモンドヘッドはようやったわ。スノボしないっすね。ガガミナルのは好き。まあ昔持ってましたね。
体重って頑張れば何キロ、え、何キロでもいけるんちゃう。鼻の上行ってないな。コロナ落ち着いたら一番行きたいけど、ロスに行きたいな。遠征先とかでここなんか嫌やなみたいな、あ、ないな、あんまり。マイル貯めてる。今日はトレーニングとゆっくりしてましたね。大阪帰ったらルックはいかんな。初めてのお散歩楽しみですね。うちの子は怖がる。せやな、多分怖がるよな。どうな、俺全然分からへんけど、見たこともないし、初めての散歩。ココヘッド5日調整。ココヘッド結構きついで。ココヘッド結構きついで、ほんまに。危ないしな、あれ結構。あんた行きたいとこリバプール言ってたよ。めちゃめちゃ関西弁やん。あんたって。知り合いか？監督のことなんて呼びます？大月さん。ハワイのガーリックシュリンプ美味しいよな。ガーリックシュリンプあんま食べへんけど、ハワイ行ったら食べるな。一回は USJ 行ったことあるよ。クロムハーツ好きですか？ん、別に普通。そんな集めてもない。昔集めたよ、ハマって。ツートップの相方ならケンユー君か、ちょ間違えた、ヨウチロ君かウサミ君、どっちがええねん。なんでそんな上からやねん。サルベーションマウンテン行ったことないな。女の子がつけてるといいって思うアクセサリー、いや分からへん、あんまりアクセサリー系。ビビちゃん散歩中さ、散歩行ったことないね、ビビちゃんまだ。ガンマにおった星原選手知ってますよ。関西弁好きすぎて標準語に慣れんといてってどういうこと。今は寝てんのかな、ちょっと分からん。向こうにおるな。常識ない人は無視しましょう。こっちも気分よくなります。アルコールは飲みますよ。小田原選手と仲良しですか？仲良しと思ってる。ハワイ島行きたい。俺もハワイ島行きたいねんな。ハワイ島ええみたいやな。俺は英語喋られへん。ハワイなんか英語いらんで、でも。ほとんど日本語喋れんもん。はっきり物言う女の子、うん、好き。誰かとコラボするって今日はないね。香川にうどんだけ食べに行ったことはないな。新婚旅行はどこ行きたいですか？嫁の行きたいとこに行きたい。フード汚れてない、汚れてないと思うけど、多分光の加減じゃない。最近は酒飲んでないな全然。ゴローズ持ってない。うどん派、そば派、うどん派かな。どっちも好きやけどな。タピオカ好きですか？タピオカあんま飲まへんな。結婚願望ありますよ。サンタモニカ行ったことない。行ってみたいな。ハワイ島おすすめなの？なよなよ、なよなよ女子は腹立ちますか。わ、残り2分や。ちょっとビビちゃん連れてくるわ。
こしてるやん。なあ、うんちしてるやん。ちゃんとうんちしてるやん。なあ、賢いな。できるやん。これ見て、カメラ見て。疲れた？さっきよう遊んだからな。こんにちはって、こんばんはって、こんばんはって。ビビです。痛い痛い痛い。ビビです。あと40秒で終わる。皆さんビビタンで調べて、あのフォローしてあげてください。よろしく、よろしくって。皆さんじゃあおやすみなさい。また明日会いましょう。バイバイ。